ワイノ・アイニオ、またはワイノは、ペルー、ボリビアで盛んな音楽の形式である。一般的に、ボリビアでは、ワイニオ、ペルーではワイノと呼ばれることが多い。ワイノの語源は、ケチュア語であるため、スペイン語における綴りは、一定しない。1608年には、すでにワイノについての記録があり、ペルー以南のハンアンデス地域での大衆音楽の中心と言える存在である。ワイニョは、 スペイン到来の以前から、アンデス地方に存在するムシカ・アウトクトナと呼ばれる、形式の音楽であり、先住民本来の音階であるドレミソラの、五音音階を基調とする曲が現在でも多い。また、表紙の概念に対する認識が希薄であり、一定のリズムで自由な、長さのメロディを奏でる。本来は舞曲だが、踊りを前提としない曲も作られている。 先住民の土着の音楽から、都会的な洗練された音楽まで、極めて変化に富む。使われる楽器も、ケーナ、サンポーニャ、チャランゴなどの、いわゆるフォルクローレに、典型的な楽器から、ブラスバンド、バイオリンやハープまで多岐にわたる。また、音楽自体は、ワイニョ、ワイノと同じでも、踊りの形式によって、別の形式名が与えられている曲も数多くある。 20世紀前半にヨーロッパ音楽直系の虫かクリオージャの作家たちによって虫かアウトクトな形式の作風を取り入れたヨーロッパの作曲法によるワイニョが作られるようになった。ボリビアではこの新しいワイニョとクーエカがセットで踊られる形式が確立された。ペルーのワイノは地方色が強くそれぞれの地方で メロディラインや踊り方が微妙に違う、独自のワイノのスタイルがある。基本的に、ペルーのワイノは愛情を帯びたフォルクローレとは、かけ離れた、感高い声で歌う二拍子のダンス音楽である。ワイノの歌詞は、恋愛や下品な冗談、孤児の辛さ、社会批判など様々な内容だが、ペルーの政治が混乱した20世紀後半には社会を、告発する手段として利用された。 1980年代には、コロンビアから入ってきたクンビアとワイノが融合し、チチャという新しいジャンルの音楽が生まれ、山岳部からリマに移民した人々の間で流行した。その後もワイノは、ボリビアのネオフォルクローレ、チリのヌエバ・カンシオン、ロックなど他のジャンルの影響を受けつつ、発展を続けている。ありがとうございます。